キャロール軍は、アメリカ合衆国のテネシー州にある軍。軍庁所在地はハンティンドンである。2000年国勢調査時の人口は29,475人だったが、2005年の推計では29,121人と、微減した。テネシー州知事を務めたウィリアム・キャロールにちなみ名付けられた。国勢調査局によると、 この軍の総面積は1554平方キロで、うち1551平方キロが、陸地、総面積の0.14%に当たる2、平方キロが水域となっている。2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の、人口ピラミッド2000年の国勢調査時点で、この軍には29,475人、11,779世帯、 8398家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり19人で、平方マイルに換算すると49人となる。住居数は13057件で、1平方キロに平均8件が立っていることになる。住民の内白人は87.68%、アフリカ系は10.35%、ネイティブアメリカンは0.24%、 アジア系は0.16%、太平洋諸島系は0.02%、その他の人種は0.45%、根結は1.10%、ヒスパニックは1.31%を占める。1万1779世帯のうち30.0%は18歳未満の子供と暮らしており、56.3%は夫婦で生活している。 11.5%は未婚の女性が世帯主であり、28.7%は家族以外の住人と同居している。25.8%が一人未世帯で、12.7%を独居老人の世帯が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.42人、家庭の平均構成人数は2.90人である。 住民のうち23.2%が18歳未満の未成年8.4%が18歳以上24歳以下26.7%が25歳以上44歳以下24.4%が45歳以上64歳以下17.3%が65歳以上となっており平均年齢は39歳である 女性100人に対して男性が92.3人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては89.8人いる。一世帯あたりの平均収入は3463ベ米ドル。家族ごとでは36880米ドルである。男性の平均収入は29904米ドル。 女性の平均収入は224ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人当たりの収入は16,251ベイドルとなる。総人口の13.9%、家族の10.9%、18歳未満の子供の17.9%、及び65歳以上の高齢者の13.4%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。 アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー、http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。